皆さんこんにちは、おむつです。今回の動画は我が家の太あごひげトカゲにご飯を与えていく動画です。太あごひげトカゲは雑食性なので、コオロギやルビアといった虫以外にも専用フードであったり野菜なども食べます。何でも食べるということもできるんですが、ある意味では栄養バランスを考えて、そしてその子に餌飽きさせないような工夫をしながら餌を与えていく必要があります。では太あごがどんな感じでご飯を食べているのか、早速見てみましょう。それではどうぞご覧ください。こちらが我が家で飼育している太あごヒゲトカゲレザーバックのんだほさんです。ミルワームが大好きで、餌を見つけるとすぐに駆け寄ってきます。この子、まだ全然ヤングサイズなんですけれども、ベビーで去年お迎えした子ですね。小さい頃は本当にルビアしかほとんど食べなくて、ルビアも食べてちっちゃいやつを1日2匹とかしか食べなかったので、かなり心配でした。ただ野菜を一緒にあげると野菜はちょこちょこ食べてくれたりしていたので、ルビア2匹と野菜ちょっと、であとフードを1、2粒食べるかな、みたいな感じの子だったんです。で、ある時ミルワームを与えてみたらめちゃめちゃバクバク食べてくれたんです。なのでこの子ミルワーム大好きなんだと思ったんですけれども、やっぱりミルワームは栄養分が結構偏っていたりとか、あとは消化が良くないっていう話も聞いたので、ちょっとミルワーム単色にはならないようにいろんな餌を徐々に混ぜながら与えていくということをしていました。で、この子コオロギ全く食べない子だったんですけれども、体が成長してきてようやくコオロギも食べてくれるようになりました。我が家で基本的に使用しているのは二星コオロギか黒コオロギなんですが、今回は二星コオロギをあげてみます。ほら、早速反応して食べてくれてますね。で、食べ始めた頃はコオロギも1匹2匹食べてくれるだけだったんですが、もう最近成長のスイッチが入ったのか、めちゃめちゃバクバク食べてくれます。ただこの間ミルワーム結構20、30匹ごそっと置いておいたら、ごそっと全部食べてたんですけど、翌日一部を吐き戻しちゃってるっていうことがあったので、やっぱり餌の量もその子の体調を見ながら、あげすぎないようにっていうのはコントロールしなきゃいけないですね。太らないように、あげすぎないようにではなくて、もうちょっとバカみたいに食べちゃう子に関しては、こちらが餌の量をコントロールして吐き戻しなどをさせないということも必要なんだと知りました。本当にノーマルで迎えた子なんですが、よく見ればレザーだったり赤みも強かったり、とっても個性的で、個人的にはタイプな子ですね。はい、こちらはシルクロードさんです。相変わらずの貫禄ですね。この子にも餌を与えていきます。おー、勢いが勝ちきりました。そして、ベジタリアンかと思いきや、ちゃんと昆虫を定位置に戻って、よーいどん。はい。では、こんな感じで今回の動画は終わっていきたいと思います。今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったという方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また Twitter や Instagram もやっていますので、こちらの登録もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。